2011年ノルディックスキー世界選手権。2011年ノルディックスキー世界選手権大会は2011年2月23日から3月6日までの12日間、ノルウェーのオスロで開催されたノルディックスキーの世界選手権。同地では1930年、1952年、県オスロオリンピック、1966年、1982年に、 ついで5回目の開催。49カ国から636人が参加、21種目が行われた。2002年、オスロ市とノルウェースキー振興協会は2009年のノルディックスキー世界選手権誘致に向けて指導した。オスロ市議会は同大会の会場となるホルメン公連競技場の改築整備に後、280万ノルウェークローネを投じる決定をした。 2004年6月4日に国際スキー連盟 FIS 総会をアメリカ合衆国フロリダ州マイアミで投票が行われリベルズ、チェコ11票、オスロ、ノルウェー4票の大差で決定した誘致に失敗したノルウェースキー連盟はすぐに2011年大会の誘致に乗り出したノルウェースキー振興協会は ビッケルスンのフライング大拡張の代わりにホルメンコーレ連の北側、オスローインターパークそばにあるロドクライブに新しいジャンプ台を建設することを望んだ。ホルメンコーレ連ジャンプ競技場は2011年の世界選手権までラージヒルとして使用し、その後はノーマルヒルに改修することとした。2005年5月、ノルウェースキー連盟の総会で2011年の 世界選手権までに、ロドクライブに、新しいフライング台とノーマルヒルの台を建設する、ことが表決された。続いて、2008年に開催が決定されるビケルスンで、行われる、予定の2012年スキーフライング世界選手権について、ノルウェースキー連盟の総会でロドクライブの計画を2008年までに、決定すると決断。2005年9月22日、 国際スキー連盟は、オセロが世界選手権とワールドカップ開催するなら、ホルメンコーレンジャンプ競技場の改築が必要であることを明言した。ドイツ、オーベルストドルフのシャッテンベルクシャンツェやオーストリア、インスブルックのベルクイーゼルシャンツェも同様に改築された。2005年12月、ノルウェー文化遺産総局は、 ランドマーク製と建築としての品質を維持することを条件にスタート等の解体を許可した。保存にふさわしいのは構造体ではなく活動そのものであると述べた。ジャンプ台の改築には3億1000万ノルウェークローネかかると見積もられ政府はそのうち7000万クローネを出資するとした。2006年5月25日 FIS の第45回総会ポルトガル ビラモーラで投票が行われ、イタリアのバルディフィエンメ、ポーランドのザコパネと競った結果オスロ12票、バルディフィエンメ4票、ザコパネ0票で、オスロでの2011年、ノルディックスキー世界選手権開催が決定した。市は、新ジャンプ大設計コンペで104件の案から、デンマークの JDS、ジュリアンデスマットアーキテクッツによる、ナイ・ホールマン・コオラン・ファイヤーを選んだ。 この新しい国立競技場の建設費は6億5300万ノルウェークローネと見積もられた。解体工事は2008年10月16日に始まり、同年12月に完了した。改築工事中のスキージャンプワールドカップはビケルスンで大体開催された。2007年12月12日に、 市議会で承認された時6億5300万ノルウェークローネと見積もられた予算は2008年には1億2000万クローネ増加2008年7月18日に詳細計画がオスロ市議会で承認された時はさらに1億8000万クローネ増え9億クローネを超えたコストの圧縮が検討されラージヒルの建設費に7億1500万クローネ ノーマルヒルのミッツトゥンジャンプ競技場、クロスカントリースキースタジアム、インフラの整備を含めた、総予算は24億2600万ノルウェークローネとなった。2006年9月6日半の FIS ニュースで、2006年9月4日に、オスロで2011年ノルディックスキー世界選手権、大会組織委員会の第1回委員会が開かれた。FIS、ノルウェースキー連盟。 大会組織委員会、ノルウェー国営放送、欧州放送連合の代表者が出席した。主な議題は、イベントのマーケティング、競技場の整備計画と改修された、競技場で201年にプレ大会を実施することなどであった。2007年7月2日の週にオスナ・ハブン・ネリドが、組織委員長に選出され、同9月1日よりその業務を開始した。 2007年11月13日に、ハブネリド組織委員長は、業務部長、アーデル・ハイト・セザーと、財政部長、スタイン・アープスセルを招集した。議論の一つは、ホルメンコーレンジャンプ競技場の改築計画をまとめて、FIS に示すことであった。オスロ市議会とオスロ評議会には、ジャンプ台改築計画の詳細、建設費がまだ示されず、工事は始まっていなかった。 2008年8月にハブネリド組織委員長はインタビューで大会の観客動員目標を40万人としていることを明らかにした。2009年4月20日にオスロで2009年大会組織委員会から大会運営の教訓を学ぶ会合が持たれた。会合では2009年大会の成功点と失敗点について詳細な分析結果が示され、2011年、 組織委員会と2013年バルディフィエム大会組織委員会は成功の鍵を学んだ。会合には2009年大会、2011年大会、2013年大会の各組織委員会のほか、国際スキー連盟、ノルウェースキー連盟、欧州放送連合、アプフマーケティングパートナーズが出席した。2009年9月3日から4日のグループ調整会議で、 ホルメンコーレンジャンプ競技場、ミッツトゥンジャンプ競技場、クロスカントリースキースタジアム及び周回コースの建設工事進捗状況が示された。組織委員会は2010年3月にこれらの会場でプレ大会を実施できると述べた。2009年9月付で組織委員会は20人を雇用し、ホスト局となる NRK は2011年大会のために 完全なカメラアングル 3D マイナスモデリング技術を研究した。2009年12月23日、組織委員会は次の大会スポンサー企業を発表した、スタトイルハイドロ、スタバンゲル日本を置く、エネルギー企業、アケルソリューションズ、オスロ日本置く大手エンジニアリング企業、インタースポートスキーレンタルショップ、スイス、ベルン日本を置くスポーツ用品販売企業、 クラフト、スウェーデン日本境奥スポーツ用医療品企業。ホルメン高齢地区でのプレ大会は2010年3月12日から14日にジャンプ、複合、クロスカントリー系7種目が行われた。この競技の前に組織委員会は日産自動車のディーラーから車両33台の日下げを受けた。13日に行われたノルディック複合の団体戦では ペッテルタンで、ミッココクスリエン、ヤン・シュミド、マグヌス・モーアンのノルウェーチームが優勝。翌日の個人戦では、フランスのジャゾン・ラミー・コール・シャプインが優勝した。14日のスキージャンプでは、直前のバンクーバーオリンピックで2冠となった、スイスのシモン・アーマンが優勝。クロスカントリースキー女子では、地元ノルウェーのマリット・ビオルゲンが、スプリントと 30km で優勝した。男子スプリントでは、 ノルウェーのアンデシュグロール線5 0トルで同じくノルウェーのペッテルノールトゥクがそれぞれ優勝した。2010年4月15日から16日に放送会議が行われ、前の月に行われたプレ大会の成功点と問題点について話し合われた。オスロ氏は管理体制を評価された。組織委員会にはバンクーバーオリンピックのノルディックスキー会場のディレクターだった。 ジョンはアルバーグがスポーツディレクターとして紹介された。マーケティング計画は引き続き進められ、2010年6月の FIS の理事会で最終日程が決められた。2011年1月4日に2011年、ノルディックスキー世界選手権の公式テーマソング、マリア・ミテット、マリア・ミトットのグロリアスが発表された。2月23日の開会式をはじめ、 大会期間中の各イベント等で披露される。各イベントでショーをする予定の音楽グループポルカ、b j r n クライネ・ハイネが、ノルウェーのトランペット奏者、オレードバルド・アントンセンをフィーチャーした、非公式テーマソング I Like t o ス Ski をリリースした。大会マスコットは、雪だるまをモチーフにした活発な女の子のフヌーグ、とおらかで心優しい男の子ノル。会場で、 観客たちと交流した。また、大会中は2つのジャンプ台の中間に位置する境界、ホルメンコーレンカペル前を通る距離コースの脇に、この2社をモチーフにした雪なる間が置かれ、レースで選手が通るたびに、カメラがアップで数秒間映し続けることが恒例となっていた。49カ国が参加アルジェリア、ルクセンブルク、ペルーも参加する予定だったが、後に撤回した。は、 選手数。プログラム参照。2011年2月24日。2011年2月27日。2011年3月1日。2011年3月2日。2011年3月4日。2011年3月6日。2011年2月24日。2011年2月26日。2011年2月28日。 2011年3月2日、2011年3月3日、2011年3月5日、2011年2月26日、2011年2月28日、2011年3月2日、2011年3月4日、2011年2月25日、2011年2月26日、2011年2月27日、 2011年3月3日、2011年3月5日、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。